第5エンド。最終エンドが終了いたしました。1点差で勝った。最後8点。ちょっと。ご覧の通り一馬と島田選手がゴールドメダルとなります。島田選手は2回目の優勝となります。おめでとうございます。大変素晴らしい戦いでした。もう一度大きな拍手をお願いいたします。大変お疲れ様でした。